こんばんみーはい、芸能ライターの山ちゃんでーす。え、本日は、アカシアさんまさんの、つうか、アカシアさんまさんのね、えー、っと、アカシアさんまさんがね、ヤフーニュースに載ったので、さんまさんの六本木エピソードでも披露したいと思いまーす まあね、さんまさん。ねまあ、赤、あの、ね、大竹しのぶさんがさ、目黒の自宅に、ね離婚してから目黒の自宅がね、なかなか売れずに5億円損したって書いてありましたけれども、ね千代田区の物件が、ビル一棟丸ごとが、外盛り上げね儲かったみたいで、はい、おめでとうございます、さんまさん まあ、さんまさんはね、すっげえいい人。もう、俺ら、スカウトとかさ、路上で、商売してきたさ、六本木のストリートラッツドームにはもう本当に神様。まあ、まあ、だってさ、必ず握手してくれるし、うん。ね、あの、必ず返事してくれるんだわ。 ね、まあ、どっかのクワマンみてえなさ、おめえらどっかにどっか行けよとかいうさ、アホなさ、タレントとは全然違うよ、本当に。サンマさんは。もう最高です。六本木のね、あの、客引き人気ナンバーワン。客引きスカートマン人気ね。うん。それでね、えー、っと、サンマさんのね、ことなんだけれども、もう、俺がね、あのー、 大体新人の子記者の子をね、預かるねだね、大体ね、さんまさん取りに行くんだよ。取らせてもらいに行くの。さんまさんというのはね、金曜日大体ね、あのー、いつもね、あのー、昌平、もともとは昌平さん、もうこの間亡くなっちゃった。で、タカさん、ガダルカナルタカさん。あと、松尾万内さん。 あと、さんまさんの4名でね、いつも飲みに来てるのね。それでね、あのー、ずっとね、記者でも新人の子たちにね、あのー、張り込みさせるんだけれども、いつもいつもね、もう、か、もう、よろしくお願いしますってきちっと挨拶すればね、心よくね、写真撮らせてくれるんですよ。 本当にあの人は素晴らしい。最高です。本当にね、さんまさんを悪く言う人間が世の中にいたらね、六本木の客席全員がね、敵に回るからね。そのぐらいね、あの、さんまさんの悪口って聞いたことがない。ただね、ちょっとね、チックのありさがね、まあ、少し、少し金引っ張ったみたいだけどさ、 まあ、さんまさんはそのくらいはね、小遣い感覚ですよ、小遣い感覚。うん。絶対人に払わせないから。テレビのプロデューサーが来て、私払いますってっても、絶対に他ね他の人に払い、ま、払わせません。ただね、飲み方も綺麗です。もう一晩50万って言ったら50万パって先に渡して、もうこの予算で、はい、あのやってねってって、終わったらもうアフターで軽くカラオケ行って終わりだから。 それでね、アスカキララ、このクソ野郎。お前そんなサンマさんからぼったくっちゃダメだろ。うん。まあ、どっかのお店でさ、クリステンとちょろちょろやってるみたいですけどさ、張り込み行こっかな。まあ飛鳥、アスカキララもね、もともとさ、 アジトってさ、店に来たんだけど、昔ね。うん。おい、アスカ、お前アジトで働いてた時ってお前確かさ、店ねんだったよな。うん。証拠上がってんぞ。つうかさあー、俺の友達のさ、店で働いててさ、知らん顔できると思うなよ、アスカ。な それでさ、同じアジ,アジト出身のさ、森下ゆうりとなんかちょろちょろやってるみたいじゃねえかよ。クリステンと三人でよ。何あのー、そうするとさ、クリスティン、お前のパパ活ビルさ、取材に行かせてもらうからう、目の前でライブやったら面白いんじゃないのうん。きっちりさ、うライブやってさ、 あのー、エンターテイメントとしてさ、みんなをお、笑いのどん底に、あのー、笑いのるつぼに引き込むから、うん。ね、お祭りタイムだよ。フェスティバータイムですね。もう、クリスティンもさ、どうしようもないな。さんまさんからぼってくったさ、アスカキララと友達とかありえねえから。本当に。うん。 アスカキララもさ、クボタから金もらえねえ、AKS のクボタからさ、金もらえねえのかどうかしんねえけどさ、うん。お前やってること全然、めっちゃくちゃだよな。うん。香港のさ、マスカットイベントの時さ、率先してパパカツやってたよな。その辺もさ、情報入ってきちゃってるよ、アスカさー。 ま、ガーシーがいなくなったからさ、仮に俺がやるから、きっちりみんな待っておいてくれね。それでは、See h